はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もメトロラストライトリダックスの追加ストーリー、さあここからメインストーリーに関わりがバリバリありそうな3人のストーリーをやっていこう。最初は見殺しにしたパベルからやっていこう。ここの説明を読む限り、多分これはアルチュムと出会う前にファシストに捕まるまでの話だったりするのかな。やっていこう、パベル。最近はやたら運が悪い。ファシストに捕まるわ、レンジャーの勧誘に失敗するわ、そいつに殺されそうになるわ、立て続けにだぞ。しかもベニスでの任務が終わったらまた捕まっちまった。俺もそろそろ年ってことか。一体ここがどこだか、いつになったらレッドラインに着くんだ。これベニスだ、パベル。お、またクマか。お、あ、お、これは、あ、パベル。で、仲間になるのか、共産野郎。早速捕まってるよ。痛い。俺に権限があったらこの場で切り裂いてやるんだが、ボスはおめえら共産主義者どもに言いたいことが山ほどあるんだ。ボスが言ったことは俺たちが必ず実現させる。わかるな。周りが見えるか、発電所だ。切れない、これ。こいつを使えばお前はぶっ倒れるまでずっと発電機を回すことになる。ああ、注射はやだ。あ、太い。お、四角。お、豚じゃない。うわ、刺さった。うー、おー、出てきた。首に刺さった全部。パベル視点、メイド消して、注射。何をしようとしたの、これは。とライトか。ライトと充電器。ジャーナルは出てこないな。これで電源余裕。ステルスなのかな。じゃあ開けて、ここで死んでしまったらタイムパラドックスが起きてしまう。ナイフゲット。ほら、紋章が起こったかもしんないけど、 OK。これにメトロ2034が、ちょっとが一発か。あとナイフ、これは鍵か。え、こっち開けて。ヘッドライトなんてつけちゃったらバレちゃうな。消して、ちょっとな、全然弾ないな。いや、そこまではやばくねえ。話してる。カープは新一品に素質があるか試してるんだ。弾は入ってないのさ。ああ、なるほどな。奥にもいるな。別れた。どうするこれ。弾2発しかない上に。たくさん敵いるぞ。どうする。なんかドンパチしたけど、ドンパチしか選択肢があったとしても、これドンパチできる弾の量じゃない。だけどここは今暗くないから、これ消したいけど消せない。いける、これ。チラッ、死ね。
外とバレずにいけるもんだな。ああなるほど、今の会話はあの壁にいる人に向けてやってるのか。玉なしの、ああやれよ、いいぞ、ほら。よし、もう一回やるか。もう一杯。ロシアンルーレット？でまたやるのか。これどうやって倒す？なんもないぞ。こっちはまだいるもんね。あ、こっちの会話か。ガサガサするなよ。やってやる。もう尻尾巻いて逃げるのか。うるせえ。もう一杯。どうすれば。ライトを消すと見た。ほら。よし。電気技師は脳なしすぎて修理もできねえし。ああ最悪だな。こっちが分かれ始めて、ブレーカーの部屋には入ってこないのか。ライト消そう。いいよ、ステルス上手くなってるよ今頃。そうだな、クラブだ。残念、スピードだ。クソまた外れ、ハートだ。これ取れる？なんだと？取れた。相変わらず一発か。ハートだ。ちょっと元に、元の場所へ。クソ、もう一回。スペード。違うな、クラブだ。やつやろうか。クソ誰だ？ちょっとハッスルしてるよこの敵。ちょっとショットガンばっかりだ。調べないかな。まずいな。聞きちゃう？確かにここで何か動いた。のせいだよ。どっちに接近してるんだ？幽霊じゃないだろうな。どこだ？パベルですよ。よし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 。いけるでしょう。あとやつ一人か。やつ。なんだ。なんだ。倒した。よし。いけた。あらららら。まずいよこれ。あ、こっちには、こっちには来ない。そんで、またファシストが。これ一回でもバレたらまずいんじゃないの。本気の取引をしてるってことだ。弾ゲット。こっちは。まずブレーカー。いい関係になってるんだな。誰が消しやがった。くそったれ。両手を切り落として。まずい。こ
これでブレーカーに振り向いたところを切る。振り向かないですと。ナイフ。はい。これ気絶とかやったらね、誰か起こすと思うんだよな。選択室か。あ、ごめんなさい。ノーメーってこんなところで一体何をしてるんです。こっちには誰もいない。じゃあここまでか。開いた。なんだ？あ、ジャーナルだったか今の。逃げる。とりあえずこっから逃げて、レッドラインのとこまで行くけど、この流れだときっとまた捕まるんだよね。こやつ、あ、二人いるのね。コンパスに従ってこう。従うにしてももう向こうしか行けないもんな。どっか他に道あったか。こっちなんかまだあった。取れた。よし、こっち開ける。あら、ポリスの連中が見つけたなんとかってバンカーのこと知ってるか。ああ、貯蔵用バンカーだそうだ。食い物とか弾とかが大量にあるっていう。ああ、人の会話がね、あるときは絶対に倒しちゃダメ。独り占めにはさせないぜ。ああ、生意気な野郎どもをぶっ潰してやろうぜ。びっくりした。おやすみ。引っかかってるよ、ここの姿勢は。ライトを消したいとこだけど消しようがないんだな。じゃあ開かない。さあ、なんもないね。地図、現在地的な印はないだろうか。ひとまずこっち。そういえば出発した時のあれは何だったか知ってるか。ああ、人数だけいるね。共産上で発電所を襲ったらしい。休戦協定はどうなった。面白い話だ。共産のスパイを捕まえた。お、びっくりした。バレたかと思った。こっちやろう。オッケー。全然ダメだ。弱明るい。あー、なるほどね、ここに出てきたんだ。射撃開始。どうなったかな。全部外れだ、クソ。そこにいるのだ。いや、なんでそこにもいるの。あ、二人いるのね。
ここまでか。しゃあね。よいしょ。治療さん。そんなところに立ってるのは予想外だな。こっち開いたんだ。ちょっともう一回元の進路で入ってみよう。こう行って。手遅れか。来てますかね。落ち着け。急がなくていい。落ち着け。そうだ、落ち着け。よし、行くぞ。共産主義者を探せ。そもそもここ非常に明るいんだよな。非常に明るいから。異常はないな。どうしたものか。ブレーカーがないのかな。うん、戻ってきただけだもんな。仕方ない、やっていきましょう。リロード。ただ弾が全くないからな。ん？上にいるのこれ。これサプレッサー付きだったんだ。いいやつだったのに。ここはここで非常に眩しいな。ナイフ、ナイフ、鍵あった。よし、まだいる。一発か。あ、そっからそこにいたのか。待て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 。落ち着け。ここ射撃してたのか。足止めした。どうした。よし、これは厳しいですわ。ちょっと これ以上は厳しいですわ。ここはさあ、こっちが開いた、こっちが開いたけど開けて、弾、別の武器。下にもドアがあったんだよな。こっちが正しいんだ。コンパスを見るとこっちっぽいから上のドア見てこよう。あら、あ、おう、トラップあった。トラップあった上にこっち放射能マークあるけど。で、治療して行く気はない。出た。うーわ、これはきついぞ。これはすごいぞ。これただの冗談だよ。
が始めたことだろう。ここで次釣れるわけねえだろう。俺はどこだって釣れるんだ。お前のことなんて必要ねえ。つまらん野郎だ。冗談も通じねえ。うつろ。冗談などいらん。一つの人はクソだな。確かに遠くまでよく見える。なるほど。今回はここまでにしようかな、じゃあ。かなりステルス要求ですよ、このパベルの脱出は。次回またここから頑張っていこう。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。